ジェイソン・マイケル・カストロは、アメリカ合衆国カリフォルニア州アラメダ軍、カストロバレー出身のプロ野球選手。右ト左ヒ MLB のヒューストン・アストロズ所属。愛称は、ストロ。ヒューストン・アストロズ時代2008年の MLB ドラフト一巡目で、ヒューストン・アストロズから指名され、プロ入り。プロ入り後も、 オフシーズンは社会学の学位取得を目指して大学に通っている。2009年にはオールスターフューチャーズゲームに出場し、ルイスペレスから3点本塁打を放った。2010年6月22日のサンフランシスコジャイアンツ戦でメジャーデビューし、ティムリンスカムから初打席初安打を記録した。2011年は開幕前に左膝の前十字靭帯を断裂して、 シーズンを棒に振り、2012年に復帰した。2013年は、正保守に抜擢され、前半戦で81試合に出場して打率、269、12本塁打、31打点という打撃成績を残し、オールスターのメンバーに選出された。しかし、試合には出場しなかった。後半戦では、ホームランの生産ペースがやや低下したが、それでも、 通年で打率276、18本塁打、56打点に投塁という成績をマークした。この年、二塁打も35本放ったが、長打の生産ペースが上昇したのは、打席でのアプローチを変えたことに起因する。守備面ではアメリカンリーグワーストのキャッチャー防御率4.86を記録した。2014年1月17日に、 アストロズと一年契約に合意した。この年も引き続き正保守を務め、自身初の規定打席到達を果たした。しかし、打撃面では、長打狙いに陥って打率が低下し、三振のペースも激増した。2015年、三年連続二桁本塁打は、達成したが、打率、211、11本塁打、31打点に終わった。 2016年は113試合に出場したが、打率、210、11本塁打、32打点に終わった。なお、2年ぶりに3塁打と投塁を記録した。11月3日に FA となった。2016年11月30日にミネソタツインズと3年契約を結んだ。2019年オフの10月31日に FA となった。 2020年1月7日にロサンゼルス・エンゼルスと685万ドルの単年契約を結んだ。2020年8月30日にヘラルド・レーエスとのトレードでサンディエゴ・パドレスへ移籍した。オフの11月1日に FA となった。2021年1月21日にプロイルジのフルスであるアストロズと2年総額700万ドルの契約を結んだ。 ありがとうございます。